こんばんは、マイケル健三です。いつも動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。先日のですね、トランプさんのニュース本当にびっくりしましたよね。まずはトランプさんが無事でいること本当に良かったです。さて本日はですね、先日のトランプさんのニュース後に仮想通貨業界、アメリカ大統領選挙への大きな影響がありました。特にクリプト業界ではある関連ミームコインが爆上げをしており、この上昇を見ていきますと、11月の大統領選挙にトランプさんが当選した際には大きく利益を狙えてくる可能性が高くなってきましたので、こちらの動画で解説をしていきます。本日の動画の後半にはですね、キーワードもありますので最後まで見るようにしてください。本編に入る前に、あなたはこのバブル期に莫大な利益を狙っていますでしょうか。僕の動画をご覧いただいているということは、このバブル期に多くの利益が欲しいという思いを持った意識の高い方が多いと思います。特にクリプト業界では海外で流行ったものが遅れて日本へ入ってくるケースが一般的で、このバブル期は特に情報の鮮度というところを重要視するべきです。そんな中、私マイケル健三は現在オーストラリアに拠点を置いており、以前はアメリカに住んでいました。そこで出会ったクリプト仲間や知り合いから毎日情報収集をしています。前回のバブル期には当時大注目を集めたムーブトゥーア銘柄のステップウォッチが25倍に高騰、ここ最近だとソラナ系 AI 銘柄のターズが 20% 上昇しているなど、有力銘柄を海外からダイレクトであなたにお届けすることが可能です。さらに僕の LINE メンバーさんたちには、このバブル期には特に大切になってくる相場解説、中でも初心者の方でも分かりやすいようにここがポイントになるなどを解説した動画を随時無料でお渡しをしています。このバブル期に多くの利益を目指しているのであれば、絶対に LINE 追加した方がいいです。決めるのはあなたですが、追加して損はないです。僕の LINE に関しましては概要欄にありますので、こちらから追加をして何かメッセージを送ってください。それでは本編をどうぞ。早速本編に入っていきます。ミームコインを解説していく前にですね、一つ全クリプトユーザーにとって大切なニュースがありますので、こちらを解説をしていきます。トランプ氏、米副大統領候補に仮想通貨肯定派のバンス議員を選出というところになっておりまして、僕自身ですね、トランプさんと仮想通貨市場についてはかねてから取り上げてきておりまして、トランプさんが大統領になった際には仮想通貨バブルがついに到来する可能性が高いというところをですね、お伝えをしてきましたが、その説が濃厚になってまいりました。11月のですね、米大統領選挙の共和党候補でもありますドナルド・トランプは16日副大統領候補に JD バンス上院議員を選んだことを発表しております。バンスさんはですね、暗号資産に肯定的であるとされているアメリカの議員になっておりまして、テクノロジーと金融の分野でビジネスキャリアを積んできたというふうにですね、説明をしております。はい、さらにですね、トランプ前大統領予定通りビットコインカンファレンスに出席以降というところになっておりまして、暗号資産ビットコインの年次カンファレンスを主催するザ・ビットコインカンファレンスは15日、今月25日から27日に行われてきますビットコイン2024にドナルド・トランプが出席する意向だというふうに報告をしております。14日に発生をしたトランプ前大統領の暗殺未遂事件が尾を引く中ですね、セキュリティチームとの綿密な連携を強調しつつ、当初に予定通りトランプさんがビットコイン2024カンファレンスに参加されるというところになっております。やはりこの2つの記事を見ましてもですね、トランプ陣営サイドは仮想通貨に非常に前向きな見解を示しているというところがですね、見て受けて取れますので、トランプさん自体がですね、大統領に返り咲いた場合にはビットコインだけではなく仮想通貨市場全体のですね、大きな上昇を見込めてくるんではないかというところでですね、期待をすることができますよね。こちらにですね、トランプ氏ミームコインが上昇というサブタイトルがあるんですが、早速こちらの記事をご覧ください。トランプ氏モチーフのミームコインが急騰、暗殺未遂事件が影響かというところになっておりまして、ペンシルベニア州バトラーでの集会中にトランプさんの暗殺未遂事件が発生した後ですね、トランプさんをモチーフにしたミームコインである MAGA価格が 30% 以上急騰しております。 MAGA はですね、暗殺未遂が発生した直後に 6.31 ドルから 10.36 ドルに急上昇しまして、時価総額はですね、2億9300万ドルから4億6900万ドルに30分以内に上昇したことをですね、 DEX スクリーナーのデータが示しているというところになっておりまして、実はですね、この MGMA だけではなくてですね、僕が今大注目をしているソラナ系のミームコインでもありますトレンプに関しましては、ニュース後の1時間で 63% 以上急騰しまして、マガハットと呼ばれる別のミームコインはですね、同じ時間枠内で一時 21% に急騰したというところになっております。こちらがですね、コインマーケットキャップ上で見ますミームコインになってきますが、確かにですね、急騰していますよね。非公式ではありますが、あの事件以降これだけ上昇しているという事実がありますので、11月の大統領選挙でですね、トランプさんが当選してくるとなりますと、トランプさん関係のですね、ミームコインというところは急騰してくる可能性というところがですね、非常に高くなってきましたよね。ぜひですね、
大統領選挙が始まってくる前に宝くじ感覚で獲得をしてみてください。なおですね、こちらのトークンコントラクトアドレスにつきましては、概要欄の僕の LINE にキーワードトランプ送信をして受け取るようにしてください。キーワードを送ってくれたあなたにはですね、コントラクトアドレスと取引ができるですね DEX の URL も送信したいと思いますので、概要欄の僕の LINE に忘れずにトランプと送信をするようにしてください。はい、本日はですね、トランプさんのミームコインが上昇したというところで解説をしていきました。あの事件以降ですね、トランプ優勢という見方が多い中でですね、こういったミームコインも急騰しておりますので、非常にですね11月の大統領選挙が楽しみになってきたというふうにですね感じております。またですね、トランプさんのニュースがあったりとか、仮想通貨にとって大事なニュースがありましたらですね、最速でお伝えをしていこうと思いますので、今のうちにチャンネル登録の方を忘れずにですねよろしくお願いいたします。また本日の動画にはですねキーワードもありますので、忘れずにキーワードの方を概要欄の僕の LINE に送信をするようにしてみてください。最後にですね、こちらの動画がためになったと思ったあなたは、ぜひ高評価ボタンとコメントの方を忘れずにですねよろしくお願いいたします。本日の動画はですね以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。